回は産後の反り腰解消におすすめな金魚体操を一緒にやりましょう。今回の動画を行うことで反り腰が治るのはもちろん、骨盤が整い、便秘改善、腰痛解消、体のラインが良くなり、半長膝や太ももの張りも改善され、足痩せにも効果的で、ぽっこりお腹の解消にもなるんです。寝たまま一緒にやりましょう。まずはスマホ持って寝ましょう。このまま下半身を横に動かしていきます。スタート。これで骨盤が整い、腰の筋肉が伸ばされ、腹斜筋も鍛えられるので、ウエストの引き締めにもいいです。マイペースでゆっくりねやってくださいね。普段やらない動きがね、体を変えますからね。はい、OK です。次は膝を曲げた状態でお尻をくねくね動かしてください。スタート。できればね、ちょっと腰を床につけるようなイメージでくねくねと腰を振ってください。腰回り、骨盤周りの筋肉が緩んでくれます。くねくねくねと楽にねやってください。今回の動画はね、きついメニュー入ってませんから、見ながらね、安心してゆっくりやってくださいね。ちょっとですよ。はい、 OK。 今度は膝をパカッと開いた状態で足を交互にね動かしてください。はい、スタート。ちょっと腰のね、骨盤も一緒に動かすようなイメージで体をくねくねねしてみてください。やっぱりね、この反り腰っていうのは腰の引っ張る力が強い傾向にあるので、腰周りの筋肉をねしっかり緩める必要がねあります。くねくねね足をちょっと動かしてみてくださいね。はい、 OK。 今度は足を開いた状態で腰をくねくね動かします。スタート。これもね、ちょっとね難しいと思うんだけど、腰をやっぱり床にねグッとつけてみて、そしたらお腹に力が、ね、入るから、この腰を緩めてお腹をちょっと強くするっていうのがね、この反りをなくすっていうことに大切ですから、腰を緩めるだけではなくってね、お腹にちょっとね緊張感を持たすようなイメージがすごい大事です。くねくねくねーと。OK。 今度はこのままね、足をパタパタ開いていきましょう。スタート。楽にね、パタパタ。ちょっと待ってもいいですからね、パタパタとしながら。楽にね、この股関節の力を抜いてください。こういうことをしてると、だんだんとこの腰の反りがね、緩んできて、もう隙間がだいぶ埋まってきますからね。ちょっとですよ。ゆっくりいきましょう。よし、 OK。 今度はですね、足を持ち上げて、この足の膝から下を外に交互に回します。楽に回してください。スタート。楽にね、まあ、できれば腰をやっぱり床に少しつける意識で膝下をくるくる回してみてください。ちょっと上半身もね、力を抜きながら、くね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 してください。これでね、筋肉が緩みますからね。楽にくねくねしてくださいね。いいですよ、いいですよ。その調子で回してください。よっしゃ。OK。今度は足を伸ばして、かかとを交互に伸ばすようなイメージで、体をブルブルします。スタート。足をね、かかとを交互に出しながら、なおかつちょっと横にもね、体を動かしているようなイメージ。ブル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 と、もうなんかね、とにかく自分で体をぐねぐね動かしているイメージ、もうこんにゃくになったようなイメージでね、揺らしてください。いつもね、縮まってる窮屈になってる筋肉が伸びてくれますからね。よっしゃー。OK。 今度は膝を曲げた状態で足を揃えてね、交互に体を倒していきます。スタート。
楽にね倒すと腰がね伸ばされて、またこの反対の腰が伸ばされて、この上半身の骨盤をね引き離すようなイメージで体が、ね、伸ばされていきます。なのでできるだけね上半身が下に下がっていかないようにね上に耐えてください。これ引き伸ばすイメージでね。おっしゃー、次は交互に足を遠くに伸ばします。ぐーっとかかとを遠くに伸ばすイメージ。スタート。ふー、しっかり骨盤をね片方上げて片方下げる。腰回り、腸腰筋、筋肉しっかりね引っ張ってますよ今。ぐーっと伸ばして、しっかり伸ばしたらね体も引き伸ばされてラインがシュッとしますからね。よーよし、オッケー。次は足を上に持ち上げて両足揃えてブラ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 ってしてください。今度は腹筋使ってます。スタート。お腹をね触ると分かると思いますが、ブラブラしながら腰を床にねどんどんと押し付けてるイメージ。これでねお腹に力が入ってます。どっちかというとね腹筋使ってお尻をぴょんぴょんって持ち上げてるイメージ。いいよ、ちょっとよ、よし、オッケー。今回のメニュー2日に1回ぐらいがおすすめなんですけども、毎日やったらそりゃ効果は倍増します。まだ出回ってない反り腰改善におすすめなメニューでしたので、頑張ってやってみた人はねグッドボタンやコメントで感想を教えて、毎日やる人はね今日からやるよーってコメント残してもらえると、みんなもね一緒に私も頑張るぞーって気持ちになりますから、ぜひコメント残してね。